怖いね。うん、でもなんか怖いさ、で逆にす。こっち怖はい。さ、普通すぎてさ、うん。ね、もうそれもちょっとだけ戸惑うけど、ね、でもまだ大丈安心。夫なのかな。ね、福岡県でまだ5人やけんね。いや、それに比べたらニューヨークやばいよやばいよね。広がり方。でもこっから日本もさ、ね。なんかちょっとでもさ、あれなるともうバーっていく可能性もあるけんさ、油断はできんよね。そうね。いや、めっねえ。ちゃ怖いよ、なんか。怖いよね。ほんとよ。まあさ、そうそうそう。まあそんな感じにして、コロナの話は。ちょっと明るいニュースでも話そっか。そうですね。そうですね。そう、そうですずっと、ね。そう、ずっと言ってきたものなんですけど、オンラインショップをオープンします。で、どんなオンよライン、お、よ イェーイ。どんなオンラインショップかっていイェーイ。うと、アメリカのベビー服とキッズのお店をします。イイェーイ。ェーイ。アメリカ直輸入で、なんだろう、スポーティー、スポーツ、カジュアルだったり、スポーティーだったり、あとアウトドアなブランドのものを仕入れて、まずはそれでやっていこうと思います。ね。やりましやりましょう。ょよかったね。ほんと結構前に買い付け終わらせとって。う。もう閉まっとるよ、店。あ、ほんと。よかったよかった。そうよね。しまっとうよね。よかったよかった。荷物ももう無事あるし、届いたし、もうあとは私が頑張ってネットショップオープン、お、ネットショップを作るだけ。なので目指せおば、願いします。はい、目指すのは土曜日かな？ 3 月28日オープンです。目指すのは28ね。日。うん、土曜日のオープンにしようまっとすぐ。思います。ね。で、あと名1週前、間。あと1週間。まだロゴも何もできてないけどね。ひとまず、名前だけはね、できとうね。名前だけは決まってます。じゃあ、ショップ名を発表してください。はーい。ショップ名は、アメリカミニミーと言いまーす。イイェーイ。ェーイ。ちょっとミニミーの説か明わをお願いい。いします。ミニミの説明。ミニミー。自分の子供うん。のことをちっちゃいミニのミニの自分、ミニミええー、かーっていわう意味いい。で分身みたいなことやろ。まあ、つまりは。かわいい。そうね。ね、超かわいいアメリカンミニミーでミす。ニミ。ね、私ごめん、こんなもん、さっき起きてさ、パジャマ ね、こんな顔、服やけど そっちは今何時？全 9 然時大丈半。夫です。こっちは今9時半やね、夜。ね、こっちは朝の10時半です。そう。まあ、そんな感じでアメリカミニミをやっていこうと思います。イェーイ。私とサーともう一人福岡にスタッフがいるんですけど、その人と3人でやっていきまーす。頑張頑ろう。張ろう。なのでちょっと今なんか世の中的に暗いニュースばっかりなんですけど、明るいニュースで盛り上げよう。イェーイ。ポン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 。やばい。負けてられんよね。こんな、ちょっと、こんなダーンってなっとう時に。負けてられんね。負けてられんね。と思って、始めます。ピンチはチャンスです。ピンチはチャンスです。なので、ほんともうあと1週間もないよね。今日日曜日だからさ。こっちはさ、もうさ、あと6日で仕上げない関係。ちょっと集中してやりたいと思います。頑張るね。お願いします。はい。じゃあ、そんな感じで、おあ願いりしがまとうす。ね。また連絡する。いえいえ、うん。はーい。じゃあねー。また明じゃあ日。ね。はーい。バイバイババーイ。ーイ。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の Vlog が良かったなと思ったら、ぜひ高評価でいいねボタンお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた明日。